妹が出発してから15分後に姉が妹を追いかけたところ、姉が出発してから25分後に妹に追いつきました。姉と妹の速さの比を求めなさいという問題ですね。うん、じゃあこれね、なんかまあどの問題でも速さの問題でも問題文で書かれていることね、ちょっと複雑だったりするので、で手を動かして書いて考えてみる。で手を動かして書いてみると頭の中が整理されてね、ひらめきやすくなる。なんでまず、じゃあこの問題では妹、姉がね、妹が先に出発してね、15分走ったね、で15分後に姉は妹を追いかけて出発した。そしたら25分後に追いついた、ね、25分後に追いついた。っていうことだよね。じゃあ、2人の走った距離は、ね、2人の走った道のりは同じなので、速さの比は時間の比の逆比になるよね。じゃあ妹は先に15分先に出て15分と25分かかってる、ね、姉は25分でこの道のりを行った。なので妹と姉の速さの比ね、妹と姉の速さの比は、妹は全部で、ね、40分で行きました。姉は25分で行きましたね。逆になるんだよね。なのでこれを簡単にすると5対8となります。速さの比は5対8、うん、だな。頭の中でね、考えようとしてもね、ちょっとひらみにくかったりするけども、こうやって書いてみると、ね、あ、そんな道のりはそう、同じはずだ。妹がかかった時間は、ね、15分足す25分だ。っていうふうにね、頭の中整理されてね、ひらめきやすくなるよね。